デカキン TV レディゴー。ブン、ハロー YouTube、 どうもデカキンです。イエ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 イ、パフ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 、イエ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 イ。ということで今日は立川競輪場に来ています。そして寺島さんが来てくれてます。よろしくお願いします。お願いします。寺島さん、はいはい、今日ここに来てるってことはもう何やるか分かりますよね。いやもうだからいよいよ追い詰められて一攫千金狙いに来て。いや違いますよ。何言ってるんですか。違うんですか。違いますよ。あの僕最近痩せて身軽になったんですよ、はい、おー痩せたんですね。痩せました。ダイエットやってましたもんね。そうですそうです。結構こう分かるでしょ、このこの身軽さ。ちょっと分かんないですね。あの流行ってるあれとかもできそうな。いやちょっと分かんない本当に。すごい身軽になったんですよ。あ、そうなんですか。今まではデカキンって走っても3キロまでしか走ったことなかったんですよ。なるほど。だけど今日はもうこんな身軽になった状態だったら5キロ走れるんじゃないかなと。で普通の場所をさ走ってもさ、そんなあの見たことある景色もちょっとあれだなと思ったんで、今日はこの立川競輪場さんの中をぐるーっと全部走りたいと思います。はい。だから今まで行ったことないでしょ、あんまり競輪場に。まあまあそうっすね。そうっすよね。だから僕もなんかワクワクしながら見れるというか。で視聴者のアブラブロのみんなにデカキンが頑張ってる姿を。もう息切れてるじゃん。さっきの運動のせいでもう早く喋りすぎた。だから今日はもうやっぱり視聴者の皆さんにも、はい、もうまたデカキの頑張ってる姿を見てもらいたいなと思ってるんで、はい、なるほど、はい、だから5キロ走り切って、はい、最後はもう感動のエンディングを迎えたいなと。いや大丈夫ですか。いや任せてください。やっぱり逆にもう僕はまあ膝がねいつ悪くなるか分かんない膝ガチャがありますけど、寺島さんはだってあの首と腰ですか。首ガチャと腰ガチャがあるんで、ちょっとそれを一応気をつけながら。いや最悪だよ。お互い最悪だよ。お互いちょっと体調気をつけながら。もう走り始めたらもうすぐ始まるからね。もうスタートしますよ。そういう企画だろ。もうスタートしますからね。もうスタート。あもうえそのグランドを走る的なことじゃなくてもうこっからスタートなんだ、はい、こっからもう本当に建物内にあるところを全部回りながら行こうかなと思って。不法侵入者じゃないですよね一応。許可取ってます。もちろん許可取ってるんです。何言ってんすか。いやいやたまに言うからこういう服装の。いやいやいやたまに やべえやつ。パーカー灰色のパーカーの不審な人。はい。だから全て見れると思いますんで、じゃあ早速もうスタートしましょうか。はい、こっからですね。はい。で今日はあのズミバにも来てくださってるんで。あ、なるほど。ズミバ水いいですか。あ、ありがとうございます。すごい吸い付くように飲んでますよ。いやいやもう半分以上ないんだよ走り出す前から。ありがとうございます。はい、じゃあ、うわー怖いな。2人ともアキレス腱伸ばしてください。平島さんも。ああそうですね。やっぱさっきズーミーさんと話したんですけど、はい、まあ、デカキンさんの走りなんか俺らの歩きと一緒だろうっていう。舐めすぎだろ。舐めてます。どんだけ舐めてんすか僕の走りを。まあデカキンさんは大変かもしれないけど我々は別に。いやいやいや大変ですよ。5キロ歩くだけじゃねえかって。試してやるわ瞬足の足を。じゃあ行きます。はい、見ててください。視聴者のアブラムロの皆さん、デカキンが今日5キロ走り切りますんで。なるほど。行きますよ。はい。ということでデカキンなんていうの、走るってなんて言えばいいですか。5キロマラソン。マラソン。5キロごときでマラソンって言っていいんですか。 42.195 キロがマラソン。あれマラソンですもんね。5キロ走りで。5キロ走り。なんか軽い感じになったな。それではデカキンの5キロ走り、よーいスタート。ついてきてください。ついていきますよ。右だそうです。右だそうです。ちょっと道だけなんとかしてください。それはそれは俺も知らないの。はい、来ました。はい、階段早速ね。階段かで止まっちゃったよ。階段が結構難所なんで。なるほど。じゃあ行きます。はい、まあ、膝気をつけてね。はい、これちょっと段差高いな。まあそうかな。休憩室。いきなり休憩室に向かって休憩してる場合じゃないです。あーすごい観覧席だって。おお、うわすごいな。これが競輪場ですね。あれ斜めになってるのか。ああ傾斜がね。まあ後であそこも走ると思うんで。傾斜があるのか。そう、まあまだここも走る可能性あるんで。あ、この中も走れるんですか。走る許可を取らせてもらってるんで。あ、すごいっす。あんな傾斜ついてるとこ走れないでしょ。転がっちゃいますよ。なんで転がんだよあの傾斜を。デカキンがコロ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 。はい、左ね、観覧席。閉まってる。なんで待ってくださいよ。ズミバディ。そのミスされるとこっち後半やばいですよ。そのミスは。そんなにやばくない。やばい。ああ、開いてる。特別観覧席。特別観覧席に行くということですね。かっこいいな。あれここ切符用的なのは大丈夫ですか。なくても。あ、なくて OK で。ここで一旦ストップらしいです。あ、ちょっとストップとか言わないでください。よし。はい、ここが何ですか。ここが特別観覧席です
特別観覧席、はい、特別観覧席、あ、結構豪華なというか、そうですね、なんか有料の席ってことですか。そうです、そうです。めっちゃ綺麗なとこだね。綺麗、うわ、超綺麗に見えますね、さっきの。すごい、これ斜め伝わるんじゃないですか、ね、あー、斜め伝わるかもね。すごい、あ、じゃあ一番前まで行っちゃいますか。流れてる、うわー、すごい。結構席数ありますね。確かに、ぶわーって。確かに、あ、手すり助かるな。順番次どっちですか。階段左です。左ですわ。早く言ってくださいよ。ぐるんってダメだから。ちょっと、え、階段？あ、階段だ。はい、5階まで上がっていただきます。5階まで。ちょっと待って。ここ2階ですか。2階ですね。4階分上がるの？そうですね、3階分。これマジで3階。さりげなく訂正されてる。あの、あるんじゃないですか、エレベーターとかそういうエスカレーターとか。ありますね。いやいや、じゃあそれで行けばいいじゃないですか。いや、今回マラソン。いやいや、そうですよ、頑張る姿見せたいっていうことですからね。まあ、そっか。じゃあ行きますか。いやー、じゃあ行きます。ついてきてくださいよ。これ今膝ガチャだな。よしよしよし、やばいぞこれは。いやいや、もうやばい、 0.5 ですよまだこれは。あー、おしゃれ。これやばいぞ。はい、3回来た来た。あ、ピエロが今度自転車取ってる。これやばいぞ。楽々と追いつくのやめてくださいよ。いやいやいや、しょうがない、追いついちゃった。4回、あー、あと1個だ、あと1個、あと1個。これはすごいな。やっぱりね、みんなに頑張ってるとこ見せたいんで、上がっちゃえば、もうゴールみたいなもんでしょ、上がっちゃえば。違いますよ、まだ1キロ行ってないですよ。まだ1キロ行ってない。はい、はい、はい、着いた。いやー、着いた着いた。5階です。これが何だって。正面です。正面、はい、ロイヤルルームです。ロイヤルルーム、ロイヤルルーム、やば、これ、すごい、超かっこいいな、これは。うわすげー、超かっこいいじゃないですか、ここ。高い位置から見れるんだ。味噌汁もあるし、まあ、普通ね、専門さん。いいだろ、それは。あー、高級感のある。いや、自然に座っちゃったよ。階段がやばいですね。あれ、あ、びっくりした。なんか喉から変な音出てるなと思ったら、後ろの実況の声が聞こえてるだけだった。ちっちゃいおじさん、すんないのかなと思った、喉に。危なかった。もう追い詰められすぎて意味不明なこと言ってるやん。ちっちゃいおじさんが。じゃあ行きますか。あー、大丈夫ですか。いやいや、もうちょっと休憩しよう。なんでだよ。いや、でももう結構行ったんじゃないですか。万歩計入れてるんで、それだと 400m。 400m ですね。え、 480m。 まだ1km 行ってないんだ。そうですね、これは。じゃあ行きますか。はい。いやー、でもすごいいい眺めというか、すごい全貌がすごくよくわかりますね。次はどこですか、ズームバディ。また戻ります。階段を、階段下るの。また2階まで行って、で、あの、1階にまた降ります。やばいコースチョイスしてるな。階段降りる、まあ降りる時もね、結構足腰使いますからね。結構負担がやっぱきますから。うん、特に体重がね、あるとね。100キロ超えた人の階段の下りは、富士山からジェットコースターしてるもんですからね。いまいちわかんない例えが。確かに、ジェットコースターじゃないわ、なんだっけな、ちょっと例え忘れましたね。いや、そんなもん、いい例えあったんだけど。ジェットコースターじゃないですよね。うん、間違えた。むちゃくちゃ暗い階にそのまま行きそうになってた。闇の中に、闇の中に吸い込まれるように。電気ついてないのに。あ、富士山からスライディングしてるようなもんですから。ああ、それを言おうとしてたのか。それはそれでよくわかんない。100キロ以上の下りはね、富士山からスライディング。それはそれでよくわかんない。右ですか。右なんすか。なんだよ。もっと早く行ってくれよ。なんだよ。次は左ですか。戻る。あ、戻るんだ。はい、またじゃあ特別観覧室を出ると。はい、出ます。これ今が有料から無料に。いや、こっちですか。水いいですか。水、水を、水を早くお願いします。なんでちょっとそんな緊急なの。水、あ、もうなくなるわ。1本目が1本完食。大量に用意されてるみたいですね。はい、やっぱちょっと普段から水は1日に2リットル飲むようにしてるんで。なるほど。あの、モデルの方がそうやってるって聞いてから、出かけもそうしてるんで。モデルを参考にしてるんですね。そうです、そうです。なるほどね。あ、ここは、あ、ここがあの、買うとこですよ。剣を買うとこだ。いや、なかなかないんじゃないですかね、開店前というかね。
いや、すごいよね。こうやって今はまだ改装工事中に凝らしてもらえてるからこういないわけで。なるほどね。あれ、おい、座っちゃったよ。おい、ナチュラルに座っちゃった。膝側を意識して、膝をなんかちょっとアピールしてるけど、もう限界かな。膝に話しかけてる。いける？往年のスポーツ選手みたいになってる。まだいける？行こっか。なんだ膝とどういう関係なんだよ膝に別人格あるの。ありがとうな。いや、あ、行き過ぎた。まっすぐですか？まっすぐ。何ですか？まっすぐですか？左ですか？どっちですか？まっすぐです。うわ、お、なんかすごいちっちゃい山みたいな。市民の丘っていうのはどういうことですか？競技場が見渡せます。えー、丘の坂やば丘の坂やばい、これ。丘の坂やばいよ。ちゃんとした道は左にあります。あるね、あるね。そこにあったわ、確かに。あ、いいね、本当だ、見渡せるわ。あ、なるほどね、ここは誰でも来れるというか。あれ、坂の感じ見えんじゃない？坂の感じ、どうしても見せたい。うん、まあ、わかると思いますけどね。ね、はい、今、1キロ行きました。おー、5分の1。今、厳密に言うと 1.1 キロです。丘を降りるということですね。はい、じゃあ、降りるときはちょっと正規のコースで行きます。正規のルートがあると。でも、ちょっとでもあの運動したいんで、こう、ジグザグに行きましょう。あ、ジグザグのスロープがあるんだ。はい、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 はい。太ってる自分とおさらばしたいんで。なるほど、決意が。行きたいですね。ほう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 って。いやいや、フクロウかい。いや、それまさか。なんだそれ。カメラ回してくれてるやつフクロウだったんかい。なんだろう、急にエンジン全開で。結構来るね、ジグザグに来ると。距離がね、なんかね。ああ、結構来るよ。多くなりますから。はい、左です。左です。はい、あ、いよいよ。あの、まさにバンクでしたっけ。バンクっていう、どこでしたっけ。パンク？バですよね。パンクは自転車でしょ、だって。縁起悪いな、おい。パンクですよね。何がパンクなんですか。一番縁起悪いじゃないですか、あそこがパンクって呼んでたら。自転車競技で。パンクですよ、もちろん。うわー、すごい。うわー、すごい。うわー、すごいな。すごいな。すごいな。じゃあ、このスタート地点から行く？スタート地点、これスタートラインね。スタート地点っぽいところから。スタートラインから。積み場で一周何メートルぐらいなんですか？400m。じゃあ一周しますか、ここ一周。いや、だから一周っていうよりは5周ぐらいしないと、やっぱもうちょっと今日5キロはもう無理かなっていう。ここ5周。5周だって。それでもね、2キロだからまだまだ。でも学生の頃のデカキンと比べたらね、もうだいぶ体も成長して一歩一歩が大きいんで楽勝だと思うんで。じゃあ5周いきますか。ついてきてくださいよ、二人とも。いや、寺島さんもズミマジもちゃんとついてきてください。僕ら全然息切れてないんで。じゃあ、あの競輪の時は合法でやるらしいんで、ズミバディパーンって言ってもらっていいですか。わかりました。はい、パーン。しゃあ行くぜ。そう、僕あの競輪のレース見たことあるんですけど、はい、最初はここら辺から行くんですけど、徐々に徐々に加速してったらこの緑のが上がってくるんですよ。おー、すごい傾斜が。どれぐらいやばいか、ちょっと一瞬ちょっとだけ上がりますよ。これ超やばいから。これ間近で見るとすごい傾斜。これもうこれ以上登れない。これ以上登れないもん、ガチで。もうこれだってリクライニングチェアぐらいの。これ以上登れないのならではの例えしてる。すごい、さっきあんなに競輪場の人に緑の部分上がってもいいですかって聞いてたのに上がれないんですか。加速していけばいけるんで。あ、加速すればね、勢いで。ここ傾斜緩やかなんで。上がれるか、傾斜。すごい端っこ来たね。もう傾斜ほぼないよ、そんな端っこ来たら。じゃあ5周したら2キロ走ったことになるのか。そうですよ。だから合計で3キロ走ったことになる。そう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 。え、スタート地点どこだった？ちょうどなんか半分というか。え、まだ1周してないの？してない、してない。200m です、今の。え、とてもじゃないけど5周は無理だわ。2周。2周？ 2周して 800m？ 1キロぐらい稼ごうよ。さすがにこれ近道ありかな、あれ。いや、なしだよ。ちょっとダメだ、一周だ、これは。一周なの？これさすがにダメだ、一周だ。どうすんすか、まだ。もう一回有料ルーム行けばいいじゃないですか。有料ルーム、やみつきになってんな、有料ルーム。あそこ行けばいいじゃないですか、あそこ落ち着くから。これで、すごい距離走ってるような感覚になるわ。
いや、ゴールじゃないのよ、まだ一周なんだって。せっかくここで今何キロ行ったか見ていい？いやでも途中までさ、ジグザグ来たのとかもあるから。ああ、まあそれもあるからね。そう、結構行ってんじゃないかな。今がちょうど2キロ。お、ちょうど2キロ。あと2周したら3キロになるかな。まあ、2周ちょっと。約ね、約。たくさん踏むし、地団だ。悔しいことがあったんですか。地団だ踏むわ。四国踏むわみたいに言って。何？悔しいことあったんですか。四国踏むんですか。どんどん出てくるな、なんか。ズーミンバディ限界だったら全然休んでいいからね。全然大丈夫です。あ、全然大丈夫。全然大丈夫なんてことあんの？なんで俺以外歩いてんの全員。いやいや、ちょうどいいのよそれで。ちょうどいいって何なの？ちょっと早歩きぐらいでちょうどいいのよ。まあその違いもあるね。僕もだって別に早歩きにしちゃってもいいわけだから。いやいや、だけど走る。俺らは普通の歩きになっちゃいますから。よくわからんセトリーになってるね。ここがバックスタンドだ。何ですか、バックスタンド。バックスタンドって言ったらバックスタンドですよ。いける？あ、私に話しかけてる。まだいけるか。バカ野郎。何言ったんだ、何て言ったんだ。膝は俺を信じてくれって言ってきやがったから。あ、そうなんだ。それ熱い関係なんだ。そう、熱い熱い友情があるんだ、膝とは。デカキンと膝の関係はちょっとね。もうすぐで2周目ゴール。だってあっという間でしょ、この1周。なんか自転車だったらね、出かけに乗ると全部タイヤパンクするから乗れる自転車がないんですけど、競輪選手のプロ用の自転車だったらあったの。出かけんぐらい体重のある人も乗るみたいで、やっぱり選手でいるみたいで。いるんだ。120ぐらいまでいるのかな確か。そんな人いるんだ。あれ、2周行った。行きましたよ。これでもう3キロ行ければ走らなくていいでしょう。2484m。 だからほんと 400m でしたね。ほんとにそうだね。もう1周行く。ちょうど半分だ今ここで。そう、水飲んじゃダメですよねここ多分。飲んでいいですか。まあまあ雨とかも降るからね。別に水がダメだ。まあそっか、食べ物がダメかもしれないですね。うん、ここでさ、チャーハンとかさ、中華丼とか食べたらそれぬめっちゃうわけでしょ、あんかけとかで。だから食べ物はダメだよ、水はいいけど。なんで急に漫談を始めたんですか。漫談じゃないんだよ。だどうする、ピーナッツとか大量にこぼしたら、だってそれザクザクザクってなっちゃうでしょ。まあそれは食べやすいからねあれは。何それ、水飲む前の一言。何それ。ポッケに入れられるし。ポッケにピーナッツ詰め込んでるやついるんですか。水渡すなら渡していいんですよ。なんで水渡せない。また飲んでる。ひたすら時間稼ごうとしてるのこいつ。休憩時間を渡そうとして渡さないっていう、すごい姑息な。無理やり無理やり奪われた。行くか、ラスト一周。いや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 、誰もラスト一周なんて言ってないです。もっと元気づけてくださいよ、デカキンを。何がもう一周行きましょうかって盛り上げた時に、いやこれラストではないですからとか、なんかその気持ちで行ったらもう一周走れるかもしれないですよ。あ、なるほどね。毎回ラスト一周って思えば思えば行けるかもしれないっていう。あ、そういうことだったんだ。じゃあラスト一周、ラスト一周頑張りましょう。積みバディ、あれお願いしますね。行きます。バン。なんだそれ。いや、あんたが言ったんだろう。発射音にしてほしいんですよ。それパンでしょ、それは。なんかアンパンとかのパンパンって、あのパン早いのかな、パン。何かパーンって言われて、なんか普通の。美味しそうだね。お腹減る、ただお腹減るだけの。いいですか。はい、パン。いや、だらだら走り出すな。早く終わらすわ。あ、すごいスピードアップした。ついてこれ、早っ早っ早っ。ついてこれるかなって言おうとした瞬間に前行ったんで。しゃあ、高速高速瞬速瞬速高速瞬速高速高速瞬速瞬速。今ただもう半分来た。もうすぐ行くぞ。あれあれ、何ですか、そっちじゃないですよコース。おいおい、ズルしようとしてんだろ。おい、ズルだよそれ。え、選手ここも走るんだよ。レース終わった後こっち来たりとか、準備だとか。いや、レース終わった後でしょ。とかリックマン終わってないのよ。レガギーさんのレース。瞬速瞬速諦めた。瞬速瞬速。いいねこの影。影懐かしいね。いや、ちょっとわかんない。懐かしいかどうかちょっと。いや、結構さ、寺島さんとは大型企画もたくさん撮ってるから、こういう影見るとあの辛い時思い出すわみたいな。なるほど。あ、この影ね。俺は今影だけ撮ってあげて。いやいや、影撮ってあげて。いいよ、影に対して配慮見せなくて。いいよ、いいよ、影みたいな挑戦しなくて。ほら、どう？ほら、これなんすか。帰るだよ。帰る。
全然わかんないな。わかんない、影見ても。いや、休憩してんだろ。影作ってるふりして休憩してんだろ。いいんだ影、誰も興味ないんだから今。影だって見たい人もいるかなと思ったから。いや、いいんだ、それ影の動画でやれば。令和に影の動画誰も出さないよ。令和関係ないって。もうすぐ最後ぐらい、ちょっと最速の走り行くわ。よっしゃ、けけけけ、抜いた。さ、抜かれた。まあでもこれいったんじゃないかな。今は2965。お、よく3キロ。約3キロ。はい、オッケー。3キロ。じゃああと2周ですね。いやいやいや、無理だよ。でもあの寺島さんね、まだ見せたいとこあんのよ。あ、そうなんすか。まだ行ってないところがあって、競輪場の中でも。あ、なるほどね。そっち回って最後ゴールでいいんじゃないかな。じゃあ時間的にどうなんすか。ズミバディもう次の場所移動して大丈夫なんすかね。今ちょっと準備中です。はい、準備中。はい、走りますかって。準備中だから出かけ走らしとけみたいな。それやめてもらってもいいですか。その僕も一周きついんで、これ時間あるんで走っとけみたいなね。うん。こんなバディ見たことありますか。近づき90点取ってくるような。いやいや、自分がいけないだろう。まあ軽くあの汗を1回出すことも大事なんで、じゃあまあ次の場所向かいましょう。はい、1回出ましょう。はい、よっしゃ。ここもちょっとした坂だ。そろそろあの若干休憩もしなきゃいけないと思ってるんで。休憩も義務感で。皆さんはやっぱり100キロ以上の体と付き合ったことないから。まあ、確かにそこはね。出かけはもう何十年も付き合ってるわけだから。怪我のないようにね。はい。やっぱ塩分とかもね。必要ですね。糖、何よりやっぱ糖分が必要だから。あ、糖分がね、甘みを求めてると。体を動かすのは甘みだから。じゃあちょっとおやつタイム取ろうかなと思いますね。ズミバディ、すいません、はい、おやつお願いします。はい、どうぞ。はい。あ、ズミバディ、これおやつですか、これ僕の。はい、え、なに、バームクーヘンとカステラとメロンパンとモナカ、はい、全部パサパサだろ、おい。一番運動した後にいらないやつでしょ、これで全部。好きかなと思って。いや、それぞれは好きですよ、もちろん。ゼリーなかったんですか、ゼリーとか。なかったですね。こんな今水分たたずさえない時に。もうちょっといただきますね。いただきます。バームクーヘンからね。はい、すんごい持ってかれる。もう喋れないぐらい持ってかれてる。カステラ、あ、カステラふわふわだからいけるかも。ないやつ。全部ないの。いや、ないのって食べなくてもわかるよ。まあ、ないって。これもないって。メロンパンはワンちゃんゼリー入ってないかな。入ってねえよ。終わった。だいぶ栗入ってる、おいしい。あ、でもあのリアルにこの甘み来たおかげで元気出ました。めっちゃまだまだ運動できそうな感じになりました。ズミバジ、水分あります。うん、カロリー大丈夫か。そうだ、忘れてた。そうなの。ものすごい勢いで食ってますけど、昔を思い出して。ちょっと幸せな時間になりそうだったけど。そうだ、ダイエットもやってるから。一旦ここまで、あと夜ご飯にしよう。ちょっとアクションしたい。なんでだよ、なんでだ、今自分で決めたろ、ここまでって。ズミバジ、除菌ペーある。はい、除菌ペー、ありがとうございます。除菌ペーパーですね。はい、除菌ペーでもううちは閉じるんで。なんだこれ、この除菌ペー、何これ、シュワシュワすんだけど。何の除菌ペーこれ。なんでこんなシュワシュワの汁出るの。ちょっと僕も本気で怒ってないんで、そんな不機嫌そうな顔するのやめてください。じゃあ行きましょうか。ズミバディ、続いてはどこ向かえばいいですか。続いてトレーニング場へ。トレーニング場、わかりました。じゃあ行きます。はい、じゃあトレーニング場。あれ、なんか膝が。お前大丈夫なのか、お前こんなことしてて。バカ野郎。毎回バカ野郎で終わってますけど、なんて言ってたんですか。お前に言われたくねえよって。どういう間柄なんだよ。かなり対等な、対等な関係続いてるけど。スタンド降りて。で、どっち側ですか、ズミバディ。左です。左、はい、はい、はい。はい、ズミバディ、ここが。はい、トレーニングルームです。トレーニングルーム、入りますね。うわうわ、すごっ。なぜこのタイヤ太い、タイヤなのかな、これ、果たして。うわ、本当に競輪鍛えるためだけの。そりゃそうだろ。これ腹筋とかかな。あー、腹筋っぽいですね。うわあ、すいません、今実はあのこちらの立川競輪場を走らせていただいてまして、出かけと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もしよろしければ選手のお名前聞いてもよろしいですか。はい、立川所属、マシモルルコと申します。マシモルルコさん。はい。本当の本名で。フルネームじゃなきゃいけないですよ。よく言われるんですけど、リアジとかで。そ
そうなんですね。あ、ヤジで言われるんです。すみません。あ、じゃあお二人ももしよければちょっと来ていただいて。はい、はい、同じく立川所属の小林理子です。よろしくお願いします。小林理子さん、はい、出かけです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。立川所属の星野理子です。お願いします。わー、なるほど。ここで皆さんはやっぱりトレーニングされたりとかしてるんですね。なんだ、探り探りだ。気まずい感じで、お互い探り探り。ちょっと、もしよろしければなんですけど、皆さんのいいところというか、そういうのも知りたいので、マシモさんのいいところをお二人が一個ずつ上げてもらって冷静、冷静、優しい、冷静で優しいのがマシモさん。じゃあ、続いて小林さんのいいところ、ちょっと一つずつ。おにぎりでお願い。確かに。でも先輩後輩とかある、あ、先輩後輩あるんですか。後輩で、後輩で高校の後輩でもある。あ、そうだ、そんなのもあるんだ。そう、もう私に優しい使っちゃったんで、使えないです。そうそう、これは他の褒め言葉に何があるか、この言葉、ぜひちょっと楽しみですね。一撃で分かるやつが僕知りたいです。なんか、はい、お願いします。じゃあ見た目だけじゃなく、中身までいけちゃいます。うわー、いい。確かに変異力イケメンがあるっていう。はい、ハードル上げてきたねー。イケメンで強いですね。イケメンで強い方。じゃあ最後ちょっと、まあ、後輩のことなんであれですけど、地方はいい意味でぶっ飛んでます。あ、ぶっ飛んで、そういうのいいですもんね。レースとかだとぶっ飛んでる方が。100から4でも星野志保。うわ、今ちょっとなんか人生で一番びっくりしたかもしれない。じゃあぶっ飛んでて逆から4でも星野志保ってことですね。せっかくなんでトレーニングルームなんで、なんか出かけでもできそうなのなんかありませんか。ちょっとお願い事が。はい、何ですか。もしよければハッピーおいで。あ、来たいです、来たいです。ちょっと、はい、わ、嬉しいな。これってちぎれてもいいようですよね。ちぎれていいやつなんかないだろう。ちょっとズームイン場で確認お願いします。ちぎれていいようか悪いようかだけ。ちぎれていいやつですか。あ、ちぎれちゃダメ。じゃあ片側だけちょっと着させていただきます。はい、ありがとうございます。なんかせっかくなんで運動出かけにもさせてください。はい、自転車こいでください。自転車、うわー。実はデカキン、ケイデンスっていうのをやったことがあって、最高速度っていうんですか、それを測るやつやったことあるんですけど、これは測れますか。最高速度も測れますし、はい、あのこれワットバイクっていう通り、ワット数が結構細かく出るんで。ワットって何ですか。電気パワー。パワーですか。自分の発するパワーが。それ測ると面白いかもしれない。いや、パワーだったらさすがにすいませんけど負けませんよ。よかったら勝負しませんか、どなたか。あ、そうですか。じゃあ私行きます。あ、すごい。僕一回乗った方がいいんですかね。はい、乗ってください。よいしょ。あ、やばい、頑張れ。腰がもうちょっと高い方がいいかもしれない。お尻が。片足だけ入れて乗ればいいですね。はい、もうちょっと入れたい。もうちょっと。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。大丈夫です、全然。はい、あ、もうこれ今抜いた状態でこれ。あ、ちょっと、あ、もう低い。あ、もうこれいいです。もう大丈夫です、すいません。せっかくなので、漕いでる姿はちょっと見たくて、よかったらちょっといいですか。はい、姿だけちょっと見せてもらってもいいですか。これで助走していくわけですね。もうこれは重くなってるんですか。もうだいぶ漕ぐのが。重さはここで、空気の負荷で。これで早く漕いであるかもしれない。ちょっと3秒だけでいいので見せてもらってもいいですか。いいですか、盛り上げて。はい、じゃあカウントダウンします。星野と一緒に5秒前からいきます。なるほど、テンションの盛り上げが。はい、盛り上げてください。はい、わかりました。きついて。じゃあ合図お願いします。はい、お願いします。いきます、5秒前、4、3、2、1、スタート。うわ、いけ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 。うわ、すごい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 、すごい。すごい疲れてる、やっぱり。これあれですもんね、競輪の選手ってもう最高速度をやっぱ出す練習もするから、そういうことですよね。今一気にガーってこいで、はい、もう喋りたくなってる。マシモさんが一切喋りたくなってる。一応1000ワット出ました。1000ワットですか。はい、最高速度はどれぐらいの、なんか。だいたい1000ワット出てるんだったら62、3キロ。高速道路乗れる。一瞬乗れる。ボールすぐ降りる。いや、だからこれやっぱちょっとあれですね、やっぱ1000ワットの凄さを知ってもらうためにデカキンやるか、夏海場でやってもらうかどうか。ちょっと盛り上げてね。はい、はい、いきます。5秒前、4、3、2、1、スタート。
616。これ出てませんか？普通？あ、普通ぐらい。はい、普通ぐらい。結構僕限界超えて限界でしたよ。速度50キロ。50キロ。はい。あ、でも出てる気がする。一般道走れますね。一般道は誰でも走れるんじゃないですか。自転車って車道今走るようになってるから。ありがとうございます。ここで皆さんがトレーニングをして、はい、常日頃頑張ってらっしゃるということで、じゃあちょっとこの後まだ僕は走らなきゃいけないんで、ちょっとあの次ズミバでどこに行くんですか？続いて選手宿舎です。選手宿舎、はい、はい、宿舎まで行ってきます。宿舎だとじゃあ君たちも一緒に、そうですね、行きますか？え、いいんですか一緒に、はい、走っていただいて。じゃあついていきます。いや、あれはちょっと僕早いんで、もし必要だったら全然あの休憩していただいてもいいんで。全然早くない。あの無理だけしないようにお願いします。全然追いつける。頑張ります。はい、じゃあ、そう引き続き走っていきたいと思います。はい、じゃあ行きます。よっしゃ、行こう。あ、しゃ、あ、はい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 。せっかくなんで、少ししか通るんで、近道があるんで、近道通って。あるんですね、そんな通路が。ぜひ行かせてください。階段なんですね。はい、気をつけてください。階段はちょっと、階段厳しいんで。僕は普段選手しか使わない通路ってことですね。そうです。バンクの下を通ってる通路なので。でもここ一人で通ると結構怖いんですよね。普段電気もついてないので。そっか。だっていち早くこうすり抜けるから。あ、そうなんだ。ちょっとなんかそういうなんか肝試しのやつもある。ありますね。もうたまごやシコと出くわしたシコがちょんちゃん出てくるし、やびっくりよ。いや、すごいですね、本当に。なんだこの通路。なんかこれ聞いたら、ドラマとかにも使われてるんですよね。何のシーンなんだろう。なんかだ、よく逃げてるシーン。逃げてるシーン。逃げてるシーン。走ってますよね、みたいな。こっちです、こっちです。ちょっと、待ってください。全然、急に速くなるから。あ、なんか本当の特番みたいな感覚になってきました。なんかもう本当に感動の感動の特番みたいな感覚になってきました。はい、ここが宿舎ですか？はい、なんでここになったんですか？なんでなんかすごい。はい、ここが宿舎ってことは泊まってる場所ってことですか？そうです、もう缶詰になるので開催。すごい。選手の方ってレース中って携帯とかももう預けて使えない状態になるんですもんね。そうです、4日間その間過ごしてる場所、誰も見たことないんじゃないですか、多分。あんまりないですね。ないっすよね。ちょっとこれは貴重な映像、いいですか？じゃあちょっと、じゃあお願いします。はい、どうぞ。うわ、こんなに 大量の人数で住まれるというか。2人部屋ぐらいなのかなと思ってたんですけど、こんなに。ここ珍しくて、はい、大体普通は4人部屋なんですけど、はい、ここ立川は結構珍しくて6人部屋が1個あって。6人部屋、一番広い部屋です。いいですか入っても。はい、畳1畳なんですね。1畳で布団があって電気あって、はい、で上に荷物、はい、なるほど、ここで仕切って。はい、すごいな。あ、で奥にはなんか広間みたいな。大体ここでみんなストレッチしたりとか、喋りながらお茶会したりとか。え、上がらせてもらってもいいですか？はい、どうぞ。うわぁ、あ、でも入ってみたら結構快適ですね、広いし。ここでだって10人ぐらい入れますもんね。まあ、そうですね、ちょっと僕、ちょっと言い過ぎた。10はぎゅうぎゅう感がすごいです。結構6人分なんですけど、テレビは1個なんで、テレビ券はそっか、ネットフリックスとかはダメです。ダメ。はい、え、暖房なくないですか、これですか？全館空調だと思うんですよね。あ、なんでこれは6人部屋なんで、はい、夏場はクーラー切らない人と同じ部屋だと結構戦争になるので、クーラー戦争になる。クーラー戦争になったりする。はい、例えばここに何か一つ増やしてほしいとしたら、何を増やしてほしいと思います？私電子レンジ欲しいな。電子レンジ、電子レンジね、確かに。あってもいいですもんね、問題にならないですもんね、電子レンジ。リクライニングチェアとかあった方が良くないですか？こたつとか。あー、こたつは全然食べられないですけど。食べられない。もう絶対になっちゃいそう。なんか快適なものがあると多分ね、あとかしなくなっちゃいそう。なるほど、はい、ちょっと考え直しましたね。デカキンは少しでも少しでもなんか落ち着けるようにとか楽になれるリクライニングチェアとかなんかソファーとか考えてたんですけど、逆にない方がいろいろ動いたりとかする分にはすぐ行けるから、ちょっと気持ちから変えていかなきゃダメだな。学びました、ね、変えていかなきゃ。この部屋を見てなんか学ぶべきことが増えましたね。快適にするのがいいことじゃないんですよ、だから人間にとって。なるほど。何が自分に一番大事か、競輪選手は走ることだっていう、走ることに特化した部屋だった。じゃあ出かけに何が大事だって、人を笑顔にすることなんですか。おお、
だから、まあ、だからなんか変装グッズとか置いときますわ、ね、変顔できるやつとか、なんか、いや、でも本当ありがとうございます。もう貴重な体験させていただきました。ありがとうございます。結構でも一人空間楽です。落ち着くな、セバさん。でも選手になってからこう家にこう一人空間欲しいな、一人暮らしだけど。これ寝ていいですか？あ、布団運んでくださって。じゃあ一人部屋。じゃあキーリン選手の気持ちになって、はい、サイズどうなんだろう。あ、しゃ、あ、意外と、あ、意外と余裕がある。あー、確かに。あ、いいな、これ枕もあって、で電気ここで、あ、いいな。でも携帯ないですもんね。ないです。何、本読んだりするんですか？本読んだり、あのポータブル DVD プレイヤーは OK なので。あー、なるほど。こう、こうカーテンしちゃえば。なんか喋れよ。居心地めっちゃいいっすよ、これ。なんだろう、なんかこの空間いいっすね、本当に。すごいなぁ。くつろいでるなぁ。本当視聴者の皆さんも思ってる多分10倍ぐらいいいっすね。なんでいいんだろう。じゃあ次行きましょうか。ズミバディ、次はどちらに行きますか？次、バックスタンドですね。バックスタンド、はい、分かりました。じゃあちょっと行きましょう。行きましょう、行きましょう。私たち一回、はい、トレーニング行ってきます。すいません、すいません。じゃあちょっと、え、頑張ってください。ずっと一緒じゃないですか。トレーニング行かれる。できます。寂しいですけど。できます。はい、わかりました。わかりました。すごい優しい声で言ってくれる。ちょっと急に一人になると、やっぱそのなんていうんですか、その寂しさと切なさと、え、ここあれですね。ちょっとあれ元気なくなんか。まあ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 、でもね。人間死ぬ時は一人なんで。そこまで思い詰めないとダメなのか。デカキン TV。 今ちなみにもう 4.2 キロです。おお、もうすぐじゃないですか。あ、見てください、ゴール前の写真ですって。これ1、10、100、1000万、10万、100万、1億。え、競輪選手って優勝者1億なんですか、これ。あ、競輪グランプリとかなんかすごいやつなのかな、多分。うわー、過去のやつとかもありますね、たくさん。太ももとかも超太いですよ。すごい鍛え上げられてる。まあ太さだけだったら負けないですけどね、デカ君も。いやいや、そうなんだけど、結構両手じゃいけないですから。俺が細いから、競輪選手は。他は、他も太いみたいな言い方やめてくださいよ。他も太いだろ、デカ君は。行きましょう。なんだ。あ、こちらはバックスタンドになります。バックスタンド、はい、普段は空いてないそうなんですけど、はい、グランプリとか大きな大会の時は空いてるそうです。空いてる。すごいな。競輪選手がこうやって走るわけじゃないですか。え、なんかどうやるんですかね。ここでお客さんが見ながらいろいろかけたりとか買ったりとかするわけじゃないですか。はい。なんだ、どうした、どうした。うわ、そっか。ちなみになんですけど、この競輪を楽しむにはこうどうすればいいんですかね。実はオッズパークというものがありまして。はい、オッズパーク聞いたことありますね、なんかちょっと。オッズパークでは競輪をはじめ小競馬やボートレースをスマートフォンなどから移動中や外出機でも楽しむことができます。え、入会金、年会費は無料で、さらにライブ中継やレース情報など豊富なコンテンツも無料です。そして会員登録は講座を連携するだけ、最短3分で投票できます。あ、早っ。各レースの出走表、オッズ、結果など専門指揮者による予想情報も満載で、現金やヤグッズが当たるキャンペーンなども随時開催中なので、スパークで競輪、小競馬、ボートレースをぜひお楽しみください。なるほど。じゃあもうこのオッズパークにもう全ての情報も詰まってるし、存分に競輪などを楽しむことができるってことなんですね。はい、そうです。ちょっとやってみたいんですけど、寺島さん。はいはい。どうですか、じゃあ一回デカキンがこのオッズパークで予想してみて、それが万が一当たったら、あの距離短縮ってどうですか。いや、まあ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 、どうですかっていうのは俺が決めるあれでもないんですけど。いやいやいや、今日は審査員みたいなもんですから。まあでもね、まあまあ当たったらすごいことですから。そうですよね。はい、まあそれぐらいはね、いいんじゃないですか。じゃあ今僕 4.2 キロ走ってるんですよ。だからこのまま行くと2周じゃないですか。はい。じゃあ2周なしにしてくれるっていう。いやいやいや、ので行きませんか。ゼロにはできない。2周1周にするとかね、それぐらいちょうどいいんじゃないですか。あ、いいですか。じゃあ、じゃあ半分ね。半分当たったら、当たった、予想が当たったら1周しなくていい、うん、400m マイナスで済むという。わかりました、絶対当てます。ということで、ちょっと今回デカキンはですね、17のワイドを買いました。17のワイド、はい。だから1番と7番が3着以内に入ってればいいっていうことだと思います。なるほどね。で、1番がもう圧倒的に強いんで、多分1着ぐらい取ってくれるんじゃないかなと、はい。ただ7番はなんとか3着ぐらい入ったら面白いなっていうことで、さあ1番も
あ、やばい、ちょ、もう走り出してるんで。はい、という間でスタートしました。はい、今1番が2番目ぐらいにいるな。7番が後ろから2番目ぐらいにいるな。7番が上がってってる。1番が2番手にいて、うん、7番が4番手にいます。お、いいじゃないですか。だからこれいける可能性ある。いい、やばい、いいよいいよ。わ、綺麗に皆さん漕いでますね。残りあと1周来た。あと1周ラスト。今7番が3番手で1番が後ろから2番手になってます。めっちゃ下がったな。ただこの方は強い方なんで多分いけると思います。はい、7番が今1番前に出ました。おー、7番1番前に出てよ。すごいじゃん。え、これどうなんの。で、1番が今迫ってきてる。1番が頑張れ。1番4番手から今上がってきた。1番が1着でゴールして、え、どっち今。1番が1着でゴールして、7番が3番か4着、どっちかです。うわー、めっちゃいいとこ予想してる。ドキドキするな。いや、勝ってると思うな。1着1番、2着4番、3着7番。当たりました。当たった。すごいね。楽しい。ケイリン、やだった。ってことは話しましたよね。一周免除ですよ。はい、一周免除でよかった。いやー、すごいなこれ。じゃあもう最後、はい、走ってゴールしようと思います。そうですね。はい、ゴールしましょう。何なんですか今の。あ、そのマイク今かっこよかったでしょ。いや、そうっすね、かっこよかった。ここが選手の方々が出てくるところ、はい、なるほど。じゃあいよいよ最後の1周で、なんだかんだ移動してるんで、さっき1周から1周免除になったとしても、これ走ったら多分5キロになってる可能性高いんで、なんだかんだ移動してるんで今。あ、まあね、じゃあスタート地点に行きましょう。え？いやいや、ここから走ればいいじゃないですか。だってあそこ行くまでで結構あるよ、だって。いや、そんなにはない。じゃあまあ、そうそう、大人なんで、僕が大人になります、それは。だよ。なんでこっちが無理言ったみたいになってんだよ。行きましょう、最後。明るいうちに終われてよかったですね。あ、でも、ほんと右膝は悲鳴上げてますね。あ、そうなんだ。ギリギリだったかも。すごい明るく言ったね、今。全然ダメかも、右膝。なんで明るいんだよ。さあ、行きましょうか。じゃあ、スタートのズミバディ、例の掛け声だけお願いしますね。行きます。まだまだ早い、僕のリズムがあるから。僕のリズムで最後やらせてくださいよ。わかりました。お願いします。行きます。パン。あ、用意もください。さすがに今、パンだけ言われたら。はい、お願いします。用意、パン。来た。最後だよ。最高のパン、ありがとう、ズミバディ。最高のパンだった。ズミバディ、水ください。早っ。私はもう右膝も限界だし。右膝限界なんだ。おしっこもしたいし。おしっこもしたいんかい。さっき飲みすぎた。それ済ましとけよ。それは両方限界だ。いや、まあ右膝で、なんて言ってます。右膝、右膝、もう何も言わない。大丈夫かな。いやー、いいペースですよ。いいペース。ーもうすぐ半分。いけるいける。だから気温が寒くなってきてもいるから、すぐおしっこしたい。おしっこはいいって。なかなか距離が縮まれない。いや、半分過ぎた。半分過ぎた。はい、半分。頑張れ。自分に勝て。己に真のある人間になろう。真のある人間に、今までの弱い自分とおさらばして。おお。己に勝つ。おお。いや、いいですね。よし。もうちょっと頑張れ。お、ああ、頑張ってください。選手の皆さんが、ああ、ありがとうございます、応援に、はい、すごい急斜面に行ってくれた。ありがとうございます、応援に来てくださったんですか。頑張ってください。ありがとうございます。あとちょっとあそこです。ただ右膝がもう限界になってきてる。あとおしっこもしたいんで。いや、もうちょっとですよ。あとちょっとラストの直線。あ、ゴールテープが見えてきました。もうちょっとだ。やっと終わる。朝からの己に勝つから。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。視聴者の皆さんにも頑張ってる姿見せたいから、アブラブロのみんな見ててくれ。最後のデカキがゴールするとこ見ててくれ。アブラブロのみんな、ありがとう。よし、はあはあはあ、なんだよそれ。何やってんだよこれ。なんで離さねえんだよゴールテープ。ゴールテープなんで離さねえんだよこれ。あとそれなんだよそれ、なんだよそれ。何してんだよ。ちゃんとしたクラッカーなかったんか。
はい、ということで無事ゴールしました。いやおめでとうございます。お疲れ様です。じゃあちょっと距離を見たいと思います、ね、距離がすごい、はい、5200m、 5.2km。 いやクリアですね。 5km も達成した。いやお疲れ様でした。いや言いたいことは山ほどあるんですけど、はい、もっとゴールテープパッと話してくれればよかったんじゃないのかとかあとズミバディが急に僕にこんな投げつけるような感じでいやまああれはねクラッカーやってきたりとか、クラッカーですから、ちょっとそれはまあ今後ちょっと反省会ですね。で本当に膝次第ではもうちょっと走れる可能性もあるなって思えたんで、はい、なるほど、はい、ちょっと運動したおかげで走れる体になってますね。いやいいっすね。また選手の方喋れるんですか。そうですね。じゃ最後にお礼も言いたいんで。確かに今後ろにね映ってます選手が。こっち話してるじゃないですか女子会してませんか。なんか選手の皆さん僕を応援してくれてるのかなと思ったらまあでも選手の方々にお礼言ったりとかちょっと喋りたいんで。そうですね、はい、ちょっと行きましょう。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ポニュ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 デカキン TV。 いや本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。もう応援していただいたおかげで最後まで走ることができたんで本当に感謝します。ありがとうございます。でこれがあるってことはもうあれですよね、その競輪グランプリ2023っていうのが行われるんですよね。はい、年末に行われる最大のレースで2500人の中から選ばれた9人、1年の集大成のレース。集大成のレースなんだ。私は立川で。っていうことはここで優勝した選手がもうこの2023年一番最強の選手というか。そうです。最強を決める場所だったんですねここが。ちなみに僕はもうこの概要しか知らないんですけど、その競輪グランプリ2023というのはどんなレースなんですか。競輪グランプリ2023は、はい、毎年12月30日に本当に最後のトップを決めるレースなんですけど、わ、まあ、賞金が1億円で。1億円。はい、1億円なの。今年も1億円。これのために1年間選手は頑張る。これと同時にワールズグランプリ2023も行われるんですけど、はい、30日の前12月29日に開催されるんですけど。いいじゃない、肉の日じゃないですか。確かに肉の日ですね。一番嬉しい日だ。でこれもあのガールズ競技の中で一番グレードの高いレースで、本当に今いる女子選手の中のトップを決める開催なんですけど、す今年から新設された G1 勝った選手と、はい、賞金上位選手で戦われるんですけど、これも賞金が1300万円ぐらい。すごいな。約1300円ぐらい。あ、1300万円。すごい安くなっちゃった。1300万円ぐらい。はい、まあでも男子は1億で、はい、女子の方は1300万円ぐらいなんですね。いやいやいや、そんなことないんですよ。え、実はオッズバンクさんが協賛で入っていただいて、はい、レクサスが。レクサス。めちゃめちゃ自転車で頑張ったら最後車がもらえるんですか。そうなんです、グレードアップです。グレードアップって呼ぶんですよ。すごいな。1300円ぐらいもらえて最後レクサスももらえるっていう。1300万円。あんまり言う機会ないんで。1300万円もらえてちょっと結構ワクワクするのが盛りだくさんですね本当に。そうですね。じゃあちょっと楽しみにしてます。はい、本当に頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。詳細は下の概要欄に貼ってあります。ぜひ興味のある方いましたら見てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。